ユーザーの皆さんこんばんは今日3月18日はロシア大統領選ということでニコリコドキュメンタリーでは、えー、ロシア大統領選特集と題した様々な番組を放送中です先ほどまで、えー、ロシア国営放送制作のドキュメンタリーをご覧いただいた方も多いと思いますがここからは改めて知ってるようで知らない、えー、我々ロシアについての歴史を知ってもらおうということで、えー、ロシア史をゼロから勉強する特別授業を放送させていただきます ということで、これから皆さんにロシア史を教えていただく講師の方をご紹介します。N 予備校で世界史を担当。他にも、世界史からニュースを読み解く著書などで、数多く出版されている、ええー、茂木誠先生です。よろしくお願いします。あ、先生、もう放送始まってますが。う <laughs> ん、あ、始まったの。まあ、<laughs> 始まってます。ちょっと、あの、髭がまだな、できてない。<laughs> <laughs> 今日ちょっと。闘牛ハンズにひげ買いに行ったんだけど、ちょっといいのがなくて。今。<laughs> 作っておるのじゃ。<laughs> こんな感じで。こんな感じで。お。こんな感じで。なんとなくロシア人。なんとなくロシア人。<laughs> <ん>あ、スターリンというコメントもありますね。 痒くなりそう、スターリン同士、チ、うん、ャイニーズっぽいです、モンゴル人、モンゴル人かなって。ズラスビーチということで、たぶん分今日は暑いんですぐにこれ、脱ぐと思うんですが、なんで暑いかというと、今日日曜日でこのあの、スタジオのです、ね、空調が止まってるんですよ。<laughs> で機械が照明がいっぱいあってどんどん,どん,どん今あの熱され熱されていてですねでこの見てくださいこのテーブルのこの赤 <laughs>、ええ、もうここからあの赤外線私にこう放射してるんでね、えー、ちょっともう多分途中で倒れるかもしれませんがそうならないように頑張ってまいります、えー、こんにちは茂木誠ですえっ、ー、と今日は2時間でですねえっ、ー、とロシア市 1,000年の歴史をあの語れという、えー、とドワンゴ様からのお達しがございましたので、えー、しょうがない語るしかないなということでございます。えー、えー、ロシア史ってねあのー、1,000年ですよたった1,000年ねたった1,000年えー、えー、我が帝国は2,600年ですからねもうに比べたらねロシアなんての、まあ、ひよっこね えー、よちよち歩きがやっと立ったみたいな感じの国ですよね。えー、まあどうってことないですよね、えー、で今日はあのー、ちょっと他のまの、あ、歴史の本とか歴史の先生とは、えー、違うあの見方をちょっとやってみようということで、えー、予告にもありましたけれども。あのー 2つのグループのこう対立っていうことで、えー、見ていきたいと。でそれは、えー、もうひげが崩れてますけども <laughs> <laughs> 汗で <laughs> 汗で、あのー。いや最近僕ね、あのー、日本史にちょっと目覚めてしまってあのこういう本出したんですよ「えー、超日本史」って本ですね。でこれ実はねあのこの視点なんですよ。えーとー グローバリズム VS ナショナリズムと、うん、いう視点であの日本史をぶった切って見たみたいな本でで例えばあの平の清盛は超グローバリスト。 足利義満も超グローバリストでも鎌倉幕府は、えー、ウルトラナショナリストっていうそういう見方なんですね。えー、なのでで宣伝は大事ねね、はい、要書で入れますかと、ね <laughs> えー、いうことは、まあ、同じ視点で多分いろんな国の,あのいろんなことが説明つくんじゃないかと思っていて、えー、と例えばあの今のアメリカで起こっていることをトランプ叩き。 トランンプバッシングこれもですね実は、えー、とトランプっていうのはあの人はあのー、もう限界あの人は反,反グローバルなんですよあの人はアメリカアメリカナンバーワンですからと、えー、その前のオバマさんとかヒラリーちゃんっていうのはあれはもう,も,もうガチのグローバリストなんで,でそれでぶつかってる。 わけですよ、ねえーまあ多分日本で今起こっている騒動もその背景にあるのはそういうことだと僕は思ってるんですよね。安でさかのぼってみるとそもそもそのロシアあこの放送はねあの予約すればいいんだよね予約,予約ボタンで今出てるの。 あ、えっ、ー、とタイムシフトからご覧いただきます。タイムシフトからご覧いただきます。今見てる人はその予約はできるんですか？あで、できます。あ、ゆる業界の方はあのうん、後からでもご覧いただきます。うん。じゃない人は？<laughs> まあいろいろとありますね <laughs>。<laughs> <laughs> うん。ということなんで、えっ、ー、とそ皆さんね、じゃあそ、えっ、ー、とそもそもロシアの始まり。 ええまあ、日本で言ったら、まあ、古事記ですよね天孫降臨ですよね。で日本の天皇家っていうのは、ええ、高間ヶ原っていうよくわかんないところが来たんですけども、ええ、じゃあロシアの王様っていうのは、ええ、そもそも、ええ、どっから来たのか、うん、はい知ってる人はコメントをどうぞ。<laughs> 最初にロシアに国作った人たちはそそそ外から来たんですよ、ええ、どっから来たのか。 うん、ローマ帝国、アジア、えー、キエフ、うん、フィヨルド、フィンランドあたり、バイキング、バイキング、恋だめ違う、えー、相模湾違う、えー、ノルマン人、ノルマン人ペリカン。結構知ってますね、はい。これね、バイキングなんですよ。バイキング、これ。 <laughs> これねあのつまりここからですよ北欧から来たんですよね、えー、とスウェーデンのあたりですよねはいでえー、とじゃちょっとレベル上げていこうかえー、とそのスウェーデンから来た最初の王様名前知ってる人コメントどうぞ名前知ってる人おは早い<お>早い はい、ビッキじゃないね、はいえー、リューリクですねはいリューリクさんこの人はいえー、とー、まあ、最初はね襲っていくんですよロシアにでまだロシアは国がなくて、ねでまあ、ひたすらワイキングにこう狩られるというですね、えー、奪われ、ね、拉致されみたいなことを繰り返してきたんですけども、えー、そのうちに、あのーまあ、ロシア人同士の 争いがこう絶えなかったんで、えー、じゃあ俺がそのお前たちの争いを調停するとか言ってですね乗り込んできて不思議なことはですねそのロシア人の側がですね、えー、それでいいよって言ってこの侵略者のボスをですね王に迎えてしまったという、えー、よく分かんない話なんです。 はい、ですから、あのーまあ、一般ピープルはあのスラブ系民族なのにその支配階級があの金髪に青い目の、あのー、要するに北欧から来た、えー、とバイキングだったということなんですね。えー、でずっとこのリ陸の一族っていうのが、えー、代々その、まあ、ロシアの王様をやってるのでこれリ陸王朝っていうんですね。うん、はい それで、えー、とこのバイキングっていうのは要するに、えー、海賊をしながら商売もやってるわけですよね。うん、武装承認団なんであの東アジアでいうとね和光みたいなイメージで和光、ね。それで、えーまあ、基本的にこの船でねこういう手こぎの船で、えー、と川を渡、かのってくるっていう感じなんですよイメージはね。うん、だから <laughs>、まあ、ロシアにこう ね、あのこのバルト海からこうまずバイキングがです、ね、こう入ってきますと、うん、だから最初の頃のロ,ロシアの王様の名前っていうのはみんなあの北欧系の名前なんですよはい何とかバルトとかなんオレグとかですねえ、まあ、こう入ってくるねあとね、えー、こっち側はいえー、と当時ギリシャギリシャにまだローマ帝国がありましてで東ローマ帝国といいますでこの 東ローマ帝国とバイキングが、まあ、貿易をするわけですよね、貿易を。えー、と例えばロシアを通るわけですから、はいでね、ちょうど、ね、ここにこう川が流れていて、えー、とド,ドニエプル川という川があってね、ね、えー、だからここにこう入っていくんですね。でえー、最初の都がこのバルト海の近くのこの辺りのノブゴロドというところでもうちょっと来たか。<laughs> はい でそこから、えー、川、ずっとあの南下してきてで、このキエフっていうところにね、移るんですね、キエフ。はい、もうちょっと大きくしてみると、えーまあ、こんな感じですね、えー。これがドニエプル川で、はいでえー、こ,うこっちがバルト海で,で、ここからこう入ってきて、こう入ってきて、ねで、ちょっと歩いて、で川をこう下ってきてで、このキエフに、えー、移りますと。えー でえー、しばらくこのキエフがロシアの中心となってこれをキエフルーシキエフロシアとかキエフ公国といいます。はい、でこのキエフルーシとあのギリシャの、ね、東ローマ帝国との貿易ええー 一番あの盛んに行われたのがですね、はい、じゃあここで問題です。えー、とキエフ・ルーシーが、えー、この東ローマに輸出した、えー、商品として特にあのこの、えー、高く売れたものは何でしょうかはいじゃあコメントにどうぞ。ルーシーってロシアって意味だよ。ううん、うんおう 毛皮、人間、奴隷、はい、ウォッカ、木材、あ結構いい言ってますねいい言ってますね。ニシンウォッカ、クマ、<laughs> えー、女、黒点の毛皮、はい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 。ああ皆さん、皆さん、勘がいいか勉強してるかどっちかですね。はい、えー、全部合ってます。全部合ってますえー、でね、あの一番前あのよく売れたのが、ね、人間ですね。人間 ええ、でこれはつまりこのバイキングの王様たちが、まあ、ここのロシアの原住民を狩るんですよね人間狩り、ええ、人間狩りして縛り上げてですね、ええ、まあジジバは売れないから若い、ね、若い男女子供をですねあのこの船であの東ローマにギリシャに売り飛ばすということなんですよ。ええ、だから、ええ だから、ええ、もう今言おうとしたこともコメントにかかりました、ええ、だから、ええ、奴隷のことをスレイブと言うんでスレイブってこのスラブから来てんでスラブ人奴隷がいかにいっぱいいたかっていう話なんですよ、ええ、こういう世界ですね古代ロ,ロシアっていうのははいそうなんですよ もともとロシア人もロシアを治めているそのバイキングたちもキリスト教徒でさえなかったんでなんかその、えー、山の神森の神を拝んでいるわけですよ多神教だったんですよね。えー、で,でこのギリシャ正教あのキリスト教ですよね東ローマの方はね。えー、なので この東ローマの皇帝がですね、えー、ちょっとお前らもねそういう野蛮な宗教をやめてイエスキリストを信じようなんてこう誘いをかけるわけですよねはいところがね、あのー、もう一つ誘いが来てたんですよそれはねイスラームなんですね、えー、イスラーム世界からも、あのーね、アッラーを信じようってこう来るわけですよっていうのはちょっと真ん中なんでこれはい見てください、はいでまあ、キエフ学校ありますか こっちがもうキリスト教ですよねこっちがね、はい、でこっちがもうイスラムなんですよね、うん、だから、えー、実はイスラムの方からも支えがきましてですね、えー、それで、あのー、どっちにしようか考えたのが、えー、この方、はいえー、キエフ大公ウラデイミルっていう人です大公、はいまあ、っていうのはね王様っていう意味だよねはい それでなんだかよくわからないが両方から誘いが来たのでちょっと見に行ってこいと言ってですねであの部下を派遣したんですよ。うん、あでこの人はさっきの竜クの子孫だよ。ね。ウラディーミルね。はい、あちなみにあのこの方もですねこの方カメラさんこの方もウラディーミルですよね。 だからあのロシアによくある,ある名前でブラードっていう言葉は支配するという意味でこれ支配者というえまさにあの王にふさわしい名前ということですね。レーニーもそうだよね。さて とということで、キエフから派遣された調査チームがですね、あの向かった先が一つがギリシャの都、えー、コンスタンティノープルでございます。はい、でここで壮大なるキリスト教会の儀式を見せられて鐘、ね、がガンガンなってですね、えー、それで賛美が聞いちゃってねわーって思ってですね、えー、それであの報告に帰りますと。はい それでえー、とさっきの裏でミルがですね、どうであったかって聞いたら、いや、それはそれはキリスト教というのは素晴らしい宗教で、ね、あれほど厳かな儀式を見たことがありません。教会の中ではまるで天国でございました。そうか、ね、ただ、問題がございます。ねえー、キリスト教は 一夫一夫制でございましてあの要するに、えー、とおめかけさんを持つことができませんとえな何だそれはということで,でちょっと彼はうーんんと思ったんですね、うんえー、そしたら次にあのバグダードに送った使いが返ってくるんですよバグダードねイスラームの都ですね。はい ね、でバグダードに行ってまたそれなモスクで、ね、みんながこう礼拝するのを見てですねでも心が洗われてこう帰ってくるわけですよ。ね、で、あのー、ウラディーミル様っつって王、ね、道、えー、であった、ね、それはそれはイスラムというのは素晴らしい宗教であれほど清らかな宗教は見たことがございませんいやそんなことどうでもいいから嫁は何人持てるんだいやいや嫁ですか嫁は4人まで持てます決めた俺はイスラムになるいやお待ちくださいなんだ問題がなんだ酒が飲めません <laughs> マジかおいキリスト教お酒いいのかお酒は OK ですアーメンっつったんですよ <laughs> こ,これもしねこのウラディミルがねもし下戸だったらね酒飲めなかったらねこの時にロシアはイスラムだったんですよ、ええ、ロシアがイスラムって言ったら、ね、もう世界史変わってますよ本当にうんいやー酒飲めよかったという感じですねはい で、えー、とまずこれはね「あの洗礼」と言ってねあのイエス・キリストの真似をしてでぼっちゃんとまあこういうちょっとしたプールに入って身を清めるっていうこれ「洗礼」って言うんですね。はいでおめえらもやれっつってでその自分の部下たちもこの洗礼をしてこれがロシアのキリスト教化の始まりということですよね。うん だだからそうだな、まあ、日本でいうとなんだろうな、えー、と日本の天皇家で仏教を採用したのは推古天皇の頃ろね、推古天皇聖徳太子みたいな立場の人ですよこの人は、うんまあ、ちょっと荒っぽいけど、はいえー、ここまであのリュウリックからウルディミルまでの話で、えー、と質問があったらコメントをくれどうぞ。<laughs> ロシアの美女はね美しいですよね赤い時は <laughs> あそうごめんなさい金目天の,金銘てんのうん、うん、そうねであのそがしともあの何だっけモノノベしがぶつかるんだよな、うん、これがだから800年代ですね九世紀ですねウォッカはあったろ当然うん なんで言語がバイキングこれがねこれすごいあのいい質問ですよねあのつまり最初リューリックたちは、えー、あのスウェーデン語喋ってたはずなんですよ、えー、だけどやっぱりね、あのー、人口少ないじゃないですかあのノルマン人は、えー、でやっぱりその現地の女性と結婚していくと子供はバイリンガあるんでしょ、えー、どんどんどんその現地化すなスラブ化していくわけですよねうんそうえー シベリアンハスキーかわいい、うん、<laughs> シベリアンハスキー昔なんか流行ったけど最近見ないですね。秋、うん、もかわいいいいけどねはい、はいはい、じゃあこんな感じでよろしいですか。ね、えー、コサックダンス踊り、まあとでね、あのー、体,体力余ってたらいいんですけど、はい、それで、まあ、日本だったらこのままずっと天皇家がつながっていくんですけれどもあのロシアの場合にはこれがブチーンと切れます。えー でこのキエフはあの滅びました、えー、とキエフを滅ぼしたのは、えー、何人ですか、えー、知ってる人はどうぞ <laughs> もうあの恐怖の軍団が来ますかね恐怖の軍団が、えー、はいはいはいそうですねアングロマーですね、はい、モンゴルが来るんですよ あちょっとそのモンゴル来る前にちょっとね、まあ、ちょっと細かいネタですけどもあの同じようにねあのどうしようか迷ってる国がここにあったんですよハザールっていうんですね。でハザールっていうのはあのトルコ系の遊牧民の国だったんです。 ええ、でここも、えー、とキリスト教に慣れイスラムに慣れって誘われたんだけどもハザールはねちょっとすご,いすごいこと考えていやキリスト教世界にも飲み込まれたくないしイスラムにも飲み,飲み込まれたくないので第三の宗教っていうことでははい、はいもう今コメントがうわーっと来てますけどもはいそうなんですなんとハザールはユダヤ教になったんです。ええ トルコ人のくせにユダヤ教うんそれであの結局このハザールっていうのは、まあ、もうあのロシアのライバルでずっと戦ってるんですけれども、まあ、最終的にね両方とも、まあ、モンゴルに滅ぼされちゃうんですよ。でその時にこのハザール人のユダヤ教徒っていうのが、まあ、モンゴルがこっちから襲ってきたからこう西にぐわーっと押し出されていってでロシアの方にこう移住して、まあ、ロシアは東ヨーロッパに移住していって。 ええ、でそのままユダヤ教を捨てなかったのであの東ヨーロッパのユダヤ人というのは実はハザールだという説もあります。ええ、で教科書的に言うとあのこっちのね ドイツやフランスで迫害されたユダヤ人があのロポアラノコ逃げてきたっていうのが定説なんだけどもでもちゃんとこのことを調べた人がいてこれはねあの興味ある人はね、えー、とアーサー・ケストラーアーサーサケストラーって人のね、えーと「ユダヤ人とは何か」っていう本があるんですよ。これはすすごいですえ で普通こういうこと書くとあの反ユダヤ主義ってぶったぶった,たかれるんだけどもなんでこれ出せたかというとあのアーサー・ケストラーがユダヤ人だからです。うん、だから彼叩かれなかったん、ねはい、で。なんでじゃあヨーロッパのユダヤ人って本当は何人だっていう話になってきて、まあ、これは今日の話とはちょっと違うので置いておきます。はい、で、えー、とモンゴルが来ますと。ねはいまあ、こんな感じです。ドッカーンですね。えー あのー、間に海がなかったんで騎馬軍団が来ちゃうんですよそのまんまええそれでえー、とーしばらくしばらくっていってもですね200年間ええ200年間あのロシアさんは、えー、国がありませんでしたはいえー、ちょっと皆さん考えてくださいあのーあのー、日本に来た時に台風が 進路を逸れてしまったとえで北九州に行かなかったとえそう多分九州上陸してたでしょう、ねえー、そのまんまですね、あのー、下関を通ってですねド,ドドドドドッと騎馬軍団が来ちゃったとしたらもうあの鎌倉時代で日本国おしまいえで天皇家全滅え、あのー、鎌倉幕府も全滅北条氏も全滅。 ええ、で京都も奈良も鎌倉も全部焼き払われちゃって何も残ってませんと。ええ、でそれから、えー、とそうだな鎌倉から南北省室町ぐらいまで戦国の頭ぐらいまで日本はあのフビレイ・ハーンの支配下にあったみたいな話なですよ。ええ、でこれをですねあのロシア誌ではこういうふうにですね「タタールの区引」っていって。 タタルってモンゴルのことねはいこれですねクビキっていうのはねで牛にあの農機具 の隙を引っ張らせる道具ですよね、えー、じゃだからそのモ,ンモンゴルによってロシアはくびきをかけられたっていうのでタタラのくびきっていうんですよ、まあ、ロシア史の黒歴史という感じで、えーまあ、そういうことがありました、えー、そうするとこれモンゴルに逆らったら全員首が飛ぶのであのこのあと生き残ったロシア人はみんなモンゴルに土下座しました。はい でまあ、モンゴルも忙しいからあちこち攻めるんであのロシアの支配はロシアに任せるって言ってで、まあ、ロシア貴族は生かしておいてで貢ぎ物持ってこいって感じ、ね、でそのモンゴル人あのここは、まあ、モンゴルも何とか反国って分かれてるからここはあのキプチャク反国って言ったんだけどもこれはあのチンギス・ハんンのお孫さんのミスフビライのいとこのバトゥーっていうのが建ったんで国ですけどもキプチャク反国。 はい、の都がねここにあのサライっていうみ都っていうかまあテントがあってねテ大テントがあってそこに貢ぎ物を持っていくっていう、えー、そうするとロシアの貴族たちは生き残りを図ってですねそのモンゴルに対する古備へつらい合戦を始めるわけですよ。 ね、でワイ,ルワイルを送ってねで私にあの何とか長官のくらいをとかこうああの頭を、ね、床にすりすりしながらやるわけですよねえその中であの一番その競争にこう勝ち残ったのがえモスクワ大公っていうやつでえモスクワ大公えで、えー、とモスクワなんていうあんな寒い何もないところがなんで都になっていくかそう,そういうことなんですねモンゴルに一番こび,こびへつらった嫌なやつえ <laughs> えモスクワ大公はい。 まあ、モンゴルの手先、えモンゴルのケツ舐めたやつみたいな感じですね、えーえーで。嫁もモンゴル人もらうしね、嫁、えーで。モンゴル語喋ってるし、ファッションもモンゴル人だし、大、ね、体いいクレムリンってあるじゃない、クレムリン、あれクリ,クリムってあれモンゴル語なんでね、えー、トリデって意味ない、あのちなみにクリミア半島のクリームも同じですよ、あれ、うん。そういうことなんですよ。はい とということなので、まあ、日本風に言うと、えー、日本が滅んじゃったあそで守護大名のなんとかしっていうのがモンゴルにへすらってみたいなそんな味なんです。はい